構家族は複雑ですね。あんまり話したくはない。いや、11人兄弟だったり、お父さんが3人いたり。すごい、ちょっと待って、覚えきれない。11人兄弟。本日はご応募いただきありがとうございます。ありがとうございます。電話占い師をやっているゆうえんひなのと申します、はい、本日はよろしくお願いいたします。この番組は電話占いピクシーの提供でお送りいたします。サリーと申します。サリーさんですね、はい、今日はどんなご相談でしょうか。将来についてこの先の未来、どうなるのかなと思ってなんか具体的になんかお悩みのことってありますか。結構今までこう波乱万丈だったので先はどうなのかなと、またぐるぐるなるのかなと。なんかご自身のことも一つすごく大きく、ね、考えてらっしゃることあって、もう一つはパートナーとかなのかなっていう感じはあるけど、大きなテーマとして今ですか。そのなんていうのかな、知りたいこと、知ると、いいってことがね、そんな感じでございますが、はい、じゃあお仕事の方から見ていきますかね、具体的になんか今、どんな状況ですか、お仕事は。今は、低迷。低迷で、なんかちょっと戦ってる雰囲気があるじゃないですか。そうですね、確かに、まあ、タロットとその、天の声のメッセージとしては、焦んなくていいよって、すごい言われてるよ。音楽やってた時の彼氏が大きかったかなって感じですね。どういうこと、どういうこと。大きかったっていうか、なんか自分の中の思い出として大きかったかな。2人ほどいたんですけど、そのトントンってこの間に、たまたま遊びに行ってた音楽フェスティバルで、あれに出ようと思って、そっから7年間もうどこも遊びに行かずに頑張って音楽のってこと。何の楽器されるの。シンセサイザーとかでダンスミュージック作ってるすごい、すごいね。今年嘘。今付き合ってる人とか好きな人はいる？いないです。今年いいよ。今年ね、ものすごいもう運命の出会いありますっていうふうに出ていて、で、意外。例えば、結婚だったりとか、同棲だったりとか、本当にお互いの気持ち的にもう生涯のパートナーとして。これは今いる人ですか？今いる？今いる人ですか？あ、会ったことがある人ってこと？会ったことはあるみたいだね。そうなんだ。すでにつながっておりますよ。男っ気全然ないんだよ。本当？ちょっと思い当たる節はちょっとありそうな気がするんだけど。なんだ、なんかすでに近しい、なんか方がいらっしゃるみたいな、気持ち的に、落ち着いてもいいかなっていう人ですか。男性としてちょっと、気持ちを許せるなって思います。まあ、気持ちを許せる人はいますけど、恋人としてはまだ違うかなっていうのは、感覚としてはあると思う。でなんか自分のことでいっぱいいっぱいで、男をいらないなって思っちゃってるんですよ。今まで思ってなかったけど、家族的な幸せ、いいなって思えるみたいだけど、そういう人に思い当たらない。なんかご家族、生い立ちとか、小さい頃育った時に、なんかあったかな。あった結構家族は複雑ですね。複雑か、そうか。あんまり話したくはない。いや、ついて11人兄弟だったり、11人兄弟。お父さんが3人いたり。それはすごい、ね、お母さん一人ですけど。わあ、すごい。ちょっと待って、覚えきれない。覚えきれない。11人兄弟で、お父さんが3人、3回結婚したので。そうか、お母さんも。でも母亡くなっちゃったんですよ。最近？
6年前、6年前、うん、そっか、年齢が不詳のままだったのかな。不詳ですね。そっか、18の時の子供なんて。あ、サリさんか、うん、そっか、結構いろいろ一緒にいろんなこと乗り越えてきた、ね、そうですね、って感じだね、うん、家庭環境いろいろ複雑ではあったけれども、うん、お母さんの愛情はすごい記憶に残ってんだね、うんうん、そこまでとかその後も一緒に乗り越えてきたっていう感じか、うん、でももう兄弟全部バラバラで誰も連絡先知りません今、うん、そうか、そうか、まあそれは別にね、うん、あのなんていうのかな、兄弟とはいえそれぞれ大人だし、うん、いいんじゃないかなって自分の中でもめっちゃ整理ついてそうだね、うん、そこは恋愛は今年来るとね、すごい、それはすごい、恋愛は今年来るよ。そう、その愛情のある関係が先で、うん、その後、うん、今めっちゃ悩んでるお仕事のこととか、うん、このね、今どうしようって思ってることが片付いてくっていう感じかな、こんな感じですかね、はい、はい、じゃあ今日はありがとうございました。お疲れ様です。いや、なんかあの今までのこう人生とか先生がこうタロットしてくれた通りだったのですごいびっくりしました。もうちょっとこう楽にっていうか硬くならずに自然で進んでいこうかなと思います。ありがとうございました。そうですね、まずまだ1回目の占いだったので結構ご本人の中でいろいろ考えていらっしゃることを流動的にバーって見てた感じなので、多分なんていうのかな、また1年経った頃にあ、本当にそうなってたなっていう風になっていくと思うので、大体みんなそうなの。だからちょっと楽しみです。これからサリさんがどうなっていくか、また会えたらなと思います。めっちゃ素敵な女性なので、なんかそうね、ずっと芸能とかシンセサイザーとかご自身で輝いてこられた方なので、今後はなんていうのかな、もうそこにいるだけで完璧っていう感じでいけたらすごく楽になるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。